中に集められた5人ですけど、ね、ちょっと集めちゃいましたね、急遽。集めちゃいましたね、デュフデュフしてますね、はい、いや実はちょっと今日結構重大な発表があって、重大発表、はい、見てつぶまさかの押し寄せ閉店チャンネルそんなね悲しい話じゃないですよ今回、はい、押し寄せキャンパスコレクション2024出演が決まりました。知ってます？友達出てた。ファッションショーみたいな。すごい。そうです。まああのすご企画とか運営を全部学生さんがやって、キャンパスってこと？文化祭のめちゃくちゃでかいのみたいなイメージかな。そうなんですね。それがいろんな都市で行われてる。で今回その大阪にあのお知らせが出ることになりました。はい。何で？ラーメンするみんなで歩ける。え？ラーメン。ええ。ラーメン。ええ。ラーメン食べる。出店出店じゃないんですよ。出店出店楽しいけど。やれた。やれた。違いますよ。今回はお知らせで。え？え、待てるて。進まへん。今回ね、そのキャンコレに、あなたたちはアイドルとして出演をしていただきます。出演なだけじゃなくて、はい、みんなで？みんなです。すごい、すごい、何踊って歌る、歌う、いや、アイドルなんで逆にどういうのがあります？アイドルないですね。それですよ、歌って踊る、はい、アイドルとは歌って踊る、それですね。キャンコレの中にアイドルザベストっていう、まあ、企画があって、でいろんなアイドルさんが出るんですけど、まあ、その中であのアイドルナンバーをかけて競い合って、はい、負けられないな、負けず嫌いですね、これ勝ちたいね、はい、めっちゃ、ステージなんですけど一応まあ本戦、まあ、予選っていうかな、予選みたいなのがまずあって、そこが、最大収容人数3000人です。3000人、やばない、普通に3000人、アイドルの方とも3000人いかないと思うじゃない、ZEP クラスってことですね。場所がね、あの南港の ATC、 はい、で最終グランプリと準グランプリを決めるんですね、その中で。で上位その2つに入れば表彰式、一番でかい A ホールってことがあるんですよ、そこが最大収容1万5000です。やばいって、1万5000、有名アイドル、はい、そうなんです、そうなんです、そうなんです。そこでもし勝ち抜いたらやることになります。ちなみに、ゲストでフルーツジッパーいます。マジやばっ、はい、TikTok で見てたフルーツジッパー、同じステージでやります。やばー、その1万5000人キャパのステージでも踊る、はい、すごない、時間は分かんけど、いつですか？7月14日、え、もうやん、もうやん、はい、言うてる方なんですよ、今からですよ。え、はい、え、前夜のスケジュール真っ白にしてください、一旦。え、浮いて、じゃあもう出勤ゼロでいいですか？いや、出勤も毎日でいいですよ。いや、これはサイクルね、いい感じで作りましょう。いつも押し寄せ、家帰ってまた押し寄せの繰り返しですよ。それでもう、はい、そこにダンスとか、え、歌うの？あ、もちろんです、もちろんです。え、やばい、歌って踊るんで。え、はい、絶対無理よ、絶対無理、この人、いや、この人も無理、いや、大丈夫です、あの、こっちちゃんと先生もしっかり用意してるんで、あ、はい、はい、なんて、え、もうできてるやん、用意、はい、え、この撮影、これのためにじゃない、チーム名は、押し寄せ14です。14人ってこと、はい、14
あ、はい、すいません、色ももう決まってるんで。これがメンバーカラー。はい。ちゃんとでも私の色。白。私もピンク。私も黄色。やっぱね、あのみんなのこと分かってるんで。さすがやわ。すごいな。なんかみんな、みんな割と合ってる気がするイメージ。確かに。え、なんかこうやって撮ってくださいって言われたんです。そう、そういうこと。はい。それぞれのキャストね、あの、まあ、今ここにいる子もメンバーから全員教えてもらっていいですか。はい、はい、じゃあユリアさんから。私紫です。私はピンクいっぱいあるけど薄いピンクかな。薄いピンクです。私は濃いピンク、マゼンダみたいな。私は黄色です。まあ黄色やろ。今日はホワイトです。濃い濃い濃い、いつも白とかですよね。他の子の色も紹介しましょう。そうですね、お願いします。ビッグブタンはバイオレット。バイオレット、トラちゃん、青色。コトリちゃん、オレンジ。ナスちゃんがライトブルー、薄い水色。うん、アイリちゃん緑で、ライちゃんグラピンクですね。はい、ここココス、黄色っぽいね。なんかライムみたいな。ライム系。ライムイエローかな。で、ルナちゃん、ターボイズですね。ターボイズ。で、アムがレッドです。レッド。なんか。はい。っぽいな。紹介ありがとうございます。はい。はい、この14人でね、頑張っていきたいと思いますんで。はい。はい。残りのメンバーには今からまた伝えに行きます。やばすぎ。急すぎ。はい。投票がどうのこうのとか。そうなんですね。さっきあの上位に入ったら、まあ、A ホールの方でできるって話したんですけど、はい、その条件がまあいろいろあるんですね。はい、で、まあ、ポイント制なのでいろいろポイントが加算されるところがあります。お、まずは1個はチケット、うん、このイベントのチケット販売で、チームまあお寄せで販売した枚数もポイントになります。じゃあみんなめっちゃ買ってもらうの。そうなんです。ライブ配信も、そうなんです、ライブ配信もあるんで、もう本当に現地に来れない人もそれでライブ配信でもポイントになるってこと。もちろんです。これアーカイブあるんですか。配信アーカイブあります。ありがとう。いいとこ、いいとこ言ってくれるね。見れんくて、そう、これ何チケット買ってくれてたら見れる。見れます。アーカイブで。じゃあ来た人もラジオでも見れるってことね、そうですね。じゃあどっちも買ってさ、目で焼き付けて。そうそうそう、動画撮れるんですか。本番ですか。動画、そうですね。動画はね、わあ、でもね、動画いけるんすよ。忙しいね。カメラ持って、うちの持っていただいて。出たりんや。千手観音ぐらいでいいんで。次が投票のポイントがあるんです。投票、はい、エールポイント、はい、エールボートっていうサイトがあるんですね、はい、でそこに毎日ログインしてもらったら、その期間中は、無料ガチャが毎日回せて。ガチャ、はい、なんでそのポイントをあの押し寄せに投票してもらえればチーム押し寄せのポイントになります。ガチャってどういうこと。なんか1ポイントやったり、はい、最大1万ポイントっていうのが当たる可能性があるらしい。最大1万ポイントが当たる。それガチャ。もうありがたいです。自分もお前にもやねん。そんなお知らせのお客さんの力もいや、そうなんですよね。みんなにね、毎日ガチャ回してもらって。もうすぐ20万人やから、20万ぐらい。そう、毎日20万ポイント。はい、じゃあ3つ目ね。3つ目のポイントが当日票。はい、ライブ会場に、来ていただいたお客さんに1枚ずつ当日券票が1人1枚配られます。来たい人にね。そうです、そうです。で、それを、それもその当日投票してもらってポイントになります。それはだからアイドルさん、あのいろんなアイドルさん見て、あ、はい、この人が良かったなっていう人に投票。そうです、そうです。はい、違うアイドルに。もうそんな余地を与えないぐらいいい
確かに。やば。確かに。もうやる気満々よ。もちろん。はい。ちなみにその当日の表って物販もやるんですけど当日。物？はい。え、何売るんですか？いっぱい考えてます。いっぱい考えてるやん。はい。楽しみ。でそのチェキも取れます。一応、1000円につき1ポイント投票権待たされるらしいんで、はい、エールボートの投票は無料ガチャがあるんですけど、あとそちらは一応課金して、ポイントを入れていただくこともできます。課金ポイントがね、あるんで、ね、まあ、ちなみに、まあ、課金してもらったら多分リアルタイムでそのサイトで数が増えるのが分かるみたいな、とは言ってたんで、はい、それが お客さんたちも分かるってこと、はい、そのポイントのことそうですね、だからお知らせの一応そのページじゃないけど、なるほどね、ができて、その今何ポイントですみたいなそのランキングがずっと常に出るらしいんで、それ他のアイドルさん他のアイドルさんも全部そのエールポイント、その投票ポイント、エールボートの投票ポイントは出ます。あ、だから他は分かんないですね、その当日何本入ったかとか、そう、物販どんだけ売れたかはちょっと分かんないし、まあ、チケットの販売も分かんないんで、なんか目に見えるとこはまあそこぐらいかな。とりあえずポイントでは勝ちたいね。確かに、うん、だから20万人にガチャ回してもらったらさすがに勝てると思うんですよ。全員20万人とかでやってますね。はい、回してください。そして課金もしてください。ルパンもお願いします。全部お願いします。そうですね。なんでこの3つこちら画面の前の皆さんにお願いしてもらっていいですか？せーの、お願い。はい、ありがとうございます。まあまだちょっとね詳細決まってないこと多いので、まあ、また、そういうのは追加でっていう。お知らせのですか？お知らせのもそうですし、まあ、個人のもそうだと思うんで、うん、そう、一応ねこれで重大発表終わりになるんですけど、はい。実感がはい、はい、あ、もうこの後予約してるんで、集められて急に、はい、どっちもです。はい、今の皆さんの実力測りに行きましょう。私たちお知らせ放っていいんだもんね。全能性高すごい。もう自分がお知らせ放っていいって思ってるので、この14人で頑張って、はい、頑張ります、うん、ね、はい、4月14日本番に向けて、はい、よろしくお願いします。お願いします。1月14日でお知らせ放っていいってなんか、ほんまよ、ほんまよ、優勝やな、優勝やな。そうですね、3連休のど真ん中です。わー、来やすい。はい、次の日もね、お休みやから。有給とかも心配です。はい、入団してください。ほんとにお待ちしてます。そしたら頑張ります。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。